辺野古移設巡り政府が埋め立て土砂の投入を延期へ気象状況を考慮アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡って政府は明日に予定していた埋め立てのための土砂投入を延期する方針を固めました台風の接近などで予定どおりの作業ができないことが理由です まあこの埋め立て、土砂投入の問題に関しては、埋め立ての認可を撤回するんだということが、県側から、沖縄県側からも出ていて、まあ、それもにらみつつということに、これ、なるんでしょうかまあ加えて言えば、もちろんそのお知事選の日程ということをにらんだということになるんだと思うんですね、あはい、まあそう見てよいのであれば、名実ともに政治的なあの動きだということになり、はい、先ほどのニュースとまあ私。 の中ではこう重なって、えー、くるうように見えてくるんで、すねまあしたがって、の県の側も、はい、あるいは政府の側も、ですね、まあ、仮にその知事選を睨んだ判断だと、その駆け引きなんだということであれば、ですね、はい、その本来、行政府としてそのようなその考慮をすべきなのかとうまあいう原点に立ち返って、はいえー、徹底的に反対をするなり、うん、粛々とお手続きを進めるなりと、はい言ったことが本筋で 今の動きは例えば逆に政府の側に立ったとしても、はい、問題をこう文字通りおり送りをした結果新たに選ばれる知事に、ええ、まあその判断と。 いうことが、まあ、全てです、ね、記されていくんだとするとです、ねえー、それはその新、えー、県政にとってです、ねはい、かなり大きな課題をです、ね、あえて国が作っているということにもこうなりかねないわけですしあ,のあまりそのような形でそのまさに政治問題化していくということはどどうななのかなと思いますけどねうん、まあ、そもそもこの県というのがもともとは普天間飛行場がとても危険な飛行場であると。えー 沖縄国際大学にヘリコプターが落ちたこともあった、うん、その危険性を除去するためにどうするというところから始まったはずが。 うん、そこをこれだけこう25年も先のク食いってなるとその間、オフテムはずっと運用し続けているわけですよね。まあ、冒頭でもオスプレイの話題が出たわけですけれども、はい、あのそのオスプレイの問題があるたびに、まあ、こういうプロセスについてもです、ねえー、ネガティブに作用していくわけですが本筋に戻ればです、ねえー、そもそも危ない基地云々から始まっている話なんですからあのだからこそ粛々とプロセスを進めるべきだというのが、まあ、少なくともその。 防衛のススタンスであるべきだと思いますけどね政府、まあ、側の主張を突き詰めるとそうだし、うん、とで、これってことは、ですよ例えばその情勢をこういろいろ世論調査したりとかしますよね、うんこう、どちらかが有利だっていうのが出ると、それでまた動くみたいなことになっちゃうんですかね、うん、そういうことになると、ますますですね、うん、そういうことで決めてよいのかということにもなると思いますし、さら、えーまあ、に踏み込めば、まあ、いわゆる保守系については、分裂選挙になる見通しも報じられて えー、いるわけですので、はい、まあそのあたりど、どういう政治判断で,です、ね、うん、こうしたその、まあ、延期とおっしゃっておられますけれども、はい、まあ要するに問題を先送りしているわけで、えーえー、本来の意義における、こそな対応というのは、そういう意味なんですね、問題を先送りすることを、こと呼ぶわけですので、名実ともに、こそな対応はどうかなというふうに思いますけどね。うんえー、今のととととこころ、まあ、保守系ということで言うで、まあ、自民党はあ えー、普天間のある宜野湾の師匠の,の,の佐喜敦淳さんを、はいはい、お押すと、はい、で一方で、もう一方あ佐藤重信さんという元沖縄観光コンベンションビューローの会長だった方も、はい、立候補表明していると、はいでえー、革新のほうオール沖縄側はまだ候補者決まっていないという形になっております。はい